女性 YouTuber には賞味期限があると思うんですよ。っていうと、まあ女性だけかっていう話なんですが、まあ、やっぱりどうだろうな、男性でももちろんアイドル的な人気を博してる人ってのはいるんですが、若くて綺麗なことを売りとしている人っていますよね。名前を出せば、萌えりんチャンネルとか、ゆきりぬさんとか、多分あの辺はそうだと思うんですよ。まあ、若くてかっこいいことを売りにしてるっていうのは、はじめ社長とかもそうかもしれないな。僕もおかげさまでなんかたまにですね、イケメンとかなんとか言ってもらうこともありますが、まあ僕はそれを売りにしてるつもりは全くないんですよ。てか、売りになるような見た目だと僕は本当に思ってない。まあそれどうでもいいや。で、別に交通チャンネルとか旅行チャンネルとかって僕の容姿がそこまで致命的に関係するわけじゃないんで、まあ、なんだったら僕の顔とかね、出なくても別に動画は楽しめるわけですよ。で、それに対して、ピースの角度は30度、どうもゆきりんですとかやってる、ああいうことって、じゃあ、それが例えば、40歳とかになったらできんのかと、言うと、まあ、やっぱり無理が生じてくるわけですよね。で、それは本人も分かっているんだとすると、怖くないのかなっていうふうに思うんですよ。これは本当に疑問なんですが、やっぱ自分が、そう遠くないうちに寿命を迎えてしまうということは、分かってるわけでしょ。これはもちろん、ルックスで売っている男性もそうですけど、そういう人って、どうなるのかな？でも、多分あの人たちが伸びてる理由は、ルックスだけじゃない。言いましたようにね、私も、可愛い女の子なんてのは、もうそこら中歩けば、腐るほどいるんだから、容姿端麗な女性、それだけに価値は別にないのだということを、よく言いますけども。まあ、なんで、多分それ以外の価値もあるんだろうと思うんですが、まあ私は今のところ特に自分ではそういう、それ以外の価値、ゆきりぬさんとかの容姿、僕は特にそんな興味もないですが、いいとされていることは知ってますので、そういうこと以外で、どこが認められてるのか、正直いまいちよくわからない。ゆきりぬ可愛い、可愛い、いつかか可愛くなくなったらどうするんでしょうかね。すごい気になる。僕と違って YouTube がいつ、僕は YouTube がいつまで持つかわからないという不安もあります。だけど、自分が加齢することによって収益性が、時間の経過とともに明らかに、自分の身に入ってくるお金が減ってしまうという危機感は、まあ、具体的には帯びていません。一方で、そういう容姿で売っている、まあ、特に女性にはそういう方が多いのかなと思うんですけど、別に女性がどうこうってかじゃないけどね。そういう風な容姿で売っている方、若さを売りにしている方は、時間とともに若さが失われていくことに対してすごく毎日焦ってんだろうなと思ってます。まあ、これ日常なんですけど、僕日常こういうこといっぱい考えてますんでね。普段考えてることも共有できたらいいかな。じゃあどうもありがとうございます。